あれ？そんなことになってたっけ？このはあ、なに、橋戻すの手伝わされる感じこれ。和田さんか高田さんか島田さんか探してくる？バイクっぽく見えなくもない。お前じゃないんかい！よし、やっていこう。いや、めちゃくちゃ久しぶりになっちゃったな。あれ？どこだっけ？いやー、ちょっと仕事がめちゃくちゃ忙しかったのと、僕自身ちょっと体調崩してしまいまして。これ確か甲賀様に会いに行く途中で、なんかリトの村、なんだっけ？もう全然覚えてないや。これこれ。ズブラ廃校に直結する深穴があるらしくて、多分ね、ここじゃねみたいな。なんか怪しかったんよね、リトの村が。っていうところまではなんとなく覚えてる。けど、ここから何も手がかりはないんだけど。とりあえず穴の真上にでも行ってみよう。ちょっと何もないんだけど。これ下行ってみる。ちょっと落ちちゃったよ。なんか見た感じ特になんもないんだよね。ちょ、やばいね。これ体力がさ、体力がちょっとやばいよね。スイム装備。泳ぎながら着替えるっていうのはすごいけどね、なかなか。さあ、溺れそうになったんで、一旦戻って。いやー、なんか、誰か、プーリーのパパにでもちょっと一回聞いてみる。なんかこの辺に穴ないっすかみたいな。穴知らん？穴というか、もうとりあえず、甲賀様にね、早く会いに行きたいんよ。頑張りバスがあればな。ないし。そんなものはない。何この自殺スポットみたいなところ。バンジージャンプ。なんかちょっとさ、長老みたいな、物知りおじさんみたいな人いない？どっかに。大体そういう人がなんか知ってるじゃん。そうじゃ、昔あそこは穴じゃったんだ、みたいな。いるじゃん、そういう人、大体村に一人は。なんかいるんじゃないのかな、そういう人。そこってなんだっけ。なんかあっち側に確か人いたよね。あっち。あれ？そんなことになってたっけ。まあ渡れるか。おっ。追い風。おお、いた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 人。このは、橋戻すの手伝わされる感じこれ。この係の我々だけどうにもこうにも。建築技術が秀でた方がいらっしゃると伺いましたか。いや、そんな話は聞いたことないな。少なくとも僕は建築なんかできません。大工さんちゅうことよね。監視取りでね、大工さんは？あんな立派なも立てないから、すごい腕に違いないやろ。名前はよう知らんけど、確か最後にダがついてたような。最後にダってさ、どういう名前の覚え方してんの？そんなことある？ただ私はしばらく村の警備の任務から外れません。監視取りでね、死者を出してるところですが、今のところ手の空いてる者はいない。どうしたものか。いや、もう、行けって言うてるやん。名前の最後がダって。和田さんとか。高田さんとか、島田さんとか、和田さんか高田さんか島田さんか、探してくる？監視トレーデンにいるんだもんね。まあ、すぐ戻ってくれるし、来れるし、探すか。ここ。監視トレーデン、あ、ちょっと待ってよ。監視トレーデン作った人って、あれか？結構奥の方まで行かないと出会えないかな、もしかして。さすがに、あれだよね。大工っぽい見た目してるよな。さあさあさあ。なんかこの辺の広場にはいなさそうな気がするな。でも監視砦を作った人がとかうんたらだから、この辺かな、やっぱり。名前の最後だ。バイクっぽく見えなくもない。この人誰？日頃の話で興味がない。姫様が見つかったなんて言われたら、どうしても見ちまうよな。お前じゃないんかい！ちょ、やばい。なんかもうこれミッションだらけだ。ちょっとミッションだらけだ。あ、違くない？
田さん、九州はいつ頃できますかな。あ、お前もだじゃん。まさかお前か。え、まさかこいつ。まあ、構わなくて残るあとこの一歩します。これ以上難しい、困ったの。すいません、ゼルダ。ゼルダもだだね。さてはゼルダな、そんなことないか。なっちゃって、なんか作業に集中できなくて。あ、これ何、これを、この人が大工でこれを作ろうとして、なんか手伝ったら。ちょ、待って、困っちゃった。何、ここにはめる板がっていう、そういう話？これじゃない？これじゃん。こうでいいんじゃない？こうした方がいい？おっ。あ、ずれてる。やばい、A 型のところ出ちゃってる。ここで、うん。あ、やばい、これ。やっぱこれで学校の方。おお、おお、おお、あの板がちゃんとはまってる。ありがとうっす。自分じゃうまくできなくて困ってたっす。屋根ができればあとは仕上げるだけ。無駄と言いかかるっす。いや、こいつでしょ。カツラだ。喋り方がダダだもん。ダダよ。絶対この人だ。誰かと戦ってるんか、お前は。これはこれは立派な厩舎になりましたな。さすが榎田工務店。あ、絶対こいつだ。絶対この人だ。ありがとうございます。これで監視トイレも分かることができますわい。ご用がありました。いつでも声かけくださいませ。ハイラル城でゼルダ様が目撃されたという話は気になっておるんですがの、わしの城というものお世話で、捜索に行く方々の支援をすること、ゼルダ様のことは皆様にお任せしますでな。おい、もうない。一つ解決したらね、すぐ困ったの。って、どうした？あ、ちょ、待って、カツラだ。お前に用がある。そしたら、直してくれ、橋を。リトの村の橋を直してくれ。気がかりなんですけど、自分じゃ何もできないっす。大工仕事とかの協力で、橋を直してほしい。やっぱこの人だ。橋の修復ですか？お安いご用っすよ。じゃあ、お前と猛吹雪の橋が落ちたって聞いてましたけど、常識さんもようやく落ち着いてますね。どうと決まれば全員急げっすよ。ガラッという間に元通りっす。いやー、一応話聞く？困ったのーって言ってたけど。てんてん、いや、一体、てんてん。てんてん。馬でしょ、多分。パンダみたいな名前で。てんてんって。おー、これはこれは、旧社建設の檻はお世話になりましたのー。どうやら人々聞かれてしまいましたな。てんてんというのは我が相場の名前なんですが、まあ、そうだろうと思ったよ。独り言を聞かれて、とか言ってたけど。聞こえるように言ってたんでしょ、じっちゃん。実は厩舎が立つ前より逃げてしまって、まあ臆病な性格ですので、まだ遠くには行ってないと思うのですが、点々の毛は穏やかなベージュで、名前に描いてもらうグレーの斑点が点々とあるのが特徴でして、見晴らしのいい場所なら見つけられるかもしれませんが、わしは高い場所に登るのも一苦労で。はいはい。高い場所に登って、点々探してればいいのね。多分本当にさ、この感じ近くにいるんじゃないの？馬ってさ、結構見つけても逃げるからさ、こっち。ほっ、ほっ。あれじゃん。てんてん。てん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 。あれじゃん。これさ、どのぐらいまで近づいたらいいのかわかんないからさ、いつもこの、かなり遠くからさ、こっそり近づくんだけど、ユンボ大丈夫それユンボ近づきすぎではユンボちょっと待ってあっよし、まあ、ちょっと一旦点々はほっといてリトの村行こう。橋直ってことで何かこうね何かこうねね何かこうねサラダさんいるどっかに。あんな看板あったっけ。カツラ、あ、いた。おっと、まさかここまでとは。自分こちらで準備しておくべきでした。いやいや、ギダンさんは悪くないっす。自分の見積もりが甘かったっすね。何木が足りないとかそういう話。今まで橋の修復の件はダダッと直したかったんですけど、思ったよりも橋の状態が悪くて、状態悪いどころじゃないよね、もう。薪の玉が20個必要。そうっすね。この辺の木を切ればなんとか調達できるかもしれないですけど、数が数なんで。
20個必要なのね。今何個持ってるん？どこだどこだ、これか。あ、もうすでに17持ってる。うん、なさそう。これパクって、おりゃ、よし、これでいいか。あ、多分負けのタワーこれでいい。20個級の大仕事だったとは。修理する走ってなら当然ですよね。20個渡す。ほらよ、もらっちゃっていいんすか。マジありがたいっす。じゃあ遠慮なく、うん、劇団さん早速ダダッとやっちゃうっすよ。そこもうちょい奥っす。あら、なんかさっきと違うね、ちょっと。え、牧野さんが崖下にいて、せっかく集めたのに。おーい。ってすごいな。お前いいじゃないっすよ。いよいよっす。最後の仕上げいくっすよ。せーの。なんかさっきと全然違うね。さっきもっとわちゃ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 ーみたいな感じだったのに。あー、出た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 。出た出た。ボス戦始まった。戦闘が始まった。あ、終わった。よし、完成っす。おー、すげえ。地図なのかと思ったすが、満足にいく仕事ができてよかったっす。もうどんな猛吹雪だろうが、壊れないタフな橋にしておいたっすよ。さあ、橋ができたことで、なんかこう、ほら、ねえ、穴あるでしょ、絶対これ。絶対、ビト、こっからだよね。いっても、なんもないよね。うん、うわ、なんもないよね。リトの人が知ってるかと思ったけど、とりあえず人には話しかけたもんね。なんだろう、あれ、なんか怪しい。おっと、うい、コログかな。見つかった。そんなことよりも穴を教えてくれ。誰かいる？大体焚き火があるところに人っているよね。相場、おおおい、だって。なんだ、ハイリア人か。ブラクラリンク様、ハイラル変異の不可能でお目にかかって以来ですね。ジョシュアさんからリッターのお話を。え？これじゃないの？え？おお、え？これじゃん。報告書も不可能に入らないでしたら、くれぐれも気をつけて。マジかよ。ここじゃんね、絶対。よっ。やった、絶対ここじゃん。やったぜ。違う。おっと、危ない。よっしゃー。なんかもう明るいしさ。あ、フブラ廃校だ。なんか見えた。車がある。え、もうこれいるんじゃない？え、もうだってここじゃんね。あ、え？